そのあたりはしっかりとケアをしました角谷。ただ梶本さん言う通りね、トンの時にそう切ればね、事なきを得たって感じがしたんですけどね。あと白も結構よくいったなっていう感じは間違いないですね。あそこでやめる人が多いかなと思いますけどね。お、純ちゃんですか。おお、白鳥って純ちゃん好きですよね、なんか。あ、そうなんですね。そんな気がします。よく狙ってる気がします。純ちゃん難しいですよね。純ちゃんあんまり上がったことないです ね。でも今回みたいにドラ絡みだったね、仕掛けて3色でマンガンみたいな。そうです。あ、もう早速泣きましたね。おお、なるほど。親マンが見えますもんね。はい、関連層で仕掛けました。上茶の福島がね、どう対応するかっていうところですね。そうですよね。リャウワンとかはキーになってる可能性もありますけど、行きましたね。もう全部行くぞと。全員そこそこまとまってるんでね、みんなベタ折りはしなそうですね。おお、前回大会を受けて今大会は積極的にアグレッシブにいきたい、そんな話をしていた福島です。今のところは特にそういう感じではなく普通に打ってますね。まあ、村上プロなんかもね、普段はそんなに一緒に打つ相手ではないと思いますけれども、はい、モンド杯で対戦してみて、あ、この人は結構守備重視だなとか、はい、いや攻めてくるなとかっていう、そういう、まあ、タイプとしての印象というのは何かあるもんですか。そうですね、まあ、一緒に打ったプラス必ず映像で確認をするので、はい、まあ、なんとなくのタイプはあるかなと思います。おー、テンパった。おー、ペンチーマンですか。コッパーでね、打点もまあまあですね。角谷もね、二差しも見えるし、ちょっと頑張りたい。そうだ、こういうペコできてるし、頑張りたい。あ、一旦短期に受けれる。これで3万3万ね、引けば3色が。あ、これ海老原、三蔵打つのがやっぱり海老原っぽいですよね。なんかパーソンに紛れなんでもう急走なんですけど、はい、重なりました流派です。もう嘘から来ましたか。福島は内定本一っていうところもあったんですけどね、初。そうです ね、今初ポンって言ったら多分放銃してますか。いや、 Q1 タッキーになってるから大丈夫だ。そうですね、マンズ切るってことですよ ね、なんか苦しいカンチャン2つの1ペコっていうのも、あ、引いた、はい、いや素晴らしいですね、ここまで。あ、危ないと。これは今あのタイミングで、ね、海老原出た。うわ、これは大きな手に当たりました。純ちゃん3色ドラ、まあ、今街が変わったばかりの白鳥、はい、大きな手をものにしました。